いやー、 N 国 NHK から国民を守るとの党首立花さん、大きな大きなミスを犯しちゃいました。デイリースポーツによると、竹島について領有権は韓国にあると発言したって言うんです。 N 国といえば、ついこの前、丸山穂高議員が、竹島も本当に交渉で帰ってくるんですかね、戦争で取り返すしかないんじゃないですかという発言で、共産党や立憲民主党議員から議運を開いて懲罰委員会で調査すべきだと騒がれていたばかり。それに対し立花さんは、戦争をしないと取り返せないけども、戦争なんてしたくないですよねという意味にも取れるわけですよ。処罰の対象にはならないと擁護してただけに、領有権は韓国にあるなんて一体どうしちゃったんだろう。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。今回立花議員の発言を報じたのはデイリースポーツ。日本と韓国が共に領有権を主張している竹島について、領有権は韓国にあるという趣旨の主張を表明した。立花氏は、家でも所有者に家賃も払わず20年間勝手に住んでたら所有権は住んでる人に移ると不動産の取得事項について説明した。それに照らし合わせ、70年近く占領されているのに今さら日本の領土って言ったら戦争になるでしょ、だからもう日本の領土じゃないってはっきり言ったら戦争にならないということを言ってる、そういうことも考えましょうよと。と、現状での領有権は実行している韓国にあると主張した。続けて、一番国民を平和に導くためには、竹島はもう捨てるっていうことも、国民の皆さんの中で多数決で決めるというのも必要、と持論を展開。勝手に日本のものだと言ってるから、韓国も怒ってるんでしょ？俺たちが67年間も守り続けている島を、なんで日本が領有権あるって言ってるんだと揉めてるんだから、あの島は韓国のものだと決めてしまえば戦争しなくていいわけでしょ、その問題提起をしてるに過ぎないと丸山議員の投稿を擁護した。いやー、もしこの発言が本当なら本当にやばい。 N 国党支持者は、韓国寄りのニュースを報道している NHK に強い憤りを持っています。一つ間違えれば、N 国党存続も危ぶまれる発言ですよ。がしかし、立花さんは、竹島の領有権は韓国にあるなんて言っていないと反論。取材を受けたデイリースポーツの記者に直接電話し、その様子を YouTube で公開。記事の訂正をするよう強く要求していたんです。しかし9月11日15時現在、領有権は韓国にあるという趣旨の主張を表明したと記載されたまま、デイリースポーツの方が正しいのでしょうか。いや、それがどうもおかしいんです。実はデイリースポーツ、 N 国立花代表、竹島の領有権は韓国にあると主張、70年近く占領されているというタイトルだったのを、抗議後に、竹島を捨てる議論も必要と主張、70年近く占領されているに変更していたんです。でも記事には未だ領有権は韓国にあるとのまま。デイリースポーツさん、一体何なんですかこれは。姑息というか、なんというか。立花さんは YouTube でも完全否定しており、これで疑いは完全に晴れたと思いきや、今度は反論したはずの YouTube が削除に。11日の午前中に見た時はあったんですが、15時現在削除された理由は分かっていませんが、おそらくこの動画の中でデイリースポーツ記者の電話番号が見えていたため削除したのではないかと思われます。
実はこの動画、突然2人の会話から始まってて、記者の声が聞き取りづらかったんです。立花さんは過去にも、会話している電話を撮影しているカメラに近づけ、聞こえやすいようすることがあったのですが、今回は画面に電話番号が映っていたんです。故意か、それともたまたまだったのかは分かりませんが、いずれにせよ、個人情報保護の観点から、これはまずかった。中小企業であれば、対応を間違えれば倒産危機です。とにかく、近いうち、なぜ動画に電話番号が映ってしまったのか、そしてなぜ削除されたのか、立花さん本人から発表された方が良いでしょう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。